求め旅するアラジン。道中でアラジンは魔法のランプと出会います。ランプをこすると中からは可愛らしい魔法の妖精が。彼女は言います。あなたの願いを叶えてあげると。果たしてアラジンは一体何をお願いするのでしょうか。それでは間もなく開演いたします。皆様、本日はようこそお待ちくださいました。それではお楽しみください。エンディング魔法のランプ、ご来場ありがとうございました。ありがとう。